豊田智之は元競輪選手。岡山県出身。日本競輪学校第59期卒業。師匠は松本信夫。岡山県立水島工業高等学校。在学中から同級生で後に、日本競輪学校でも同期となる小橋正義らと共に、全国高等学校総合体育、大会自転車競技大会のイタリアンチームレースで優勝を経験。 また個人でも国民体育大会の500メートル速度競争で2位の実績がある。第59期生として入学した日本競輪学校では在校競争成績がいらない。デビュー戦は1987年5月9日、ホームバンクの玉野競輪場で迎え、初勝利も同日。同年9月に S 級特進を果たしたが、デビュー5ヶ月目での達成は、 当時としては55期の鈴木誠に続く最短記録。翌1988年からは特別競輪にも常時参加するようになり、翌1989年の高松偶梅で GI 初優で、続く全日本選抜競輪でも優でを果たし、翌1990年の日本選手権競輪でも優で、そして1991年12月に開催された、 ふるさとダービー決勝では、同期の小橋のほか、滝沢正光、吉岡みのる佐々木明彦、尾崎雅彦らの競合相手に優勝を果たした。これらの実績から、この時点では、GI タイトルも狙える逸材と目されていたが、豊田は GI-GII で優勝を争える実力は見せる、ものの足踏み状態が続くことになる。この頃の岡山選手会は登録選定数が、 相対的に見て、他地区よりも多いにもかかわらず、なかなか GI タイトルホルダーが出現しなかった。豊田がデビューする前までは、西谷康彦が西日本の地区であるにもかかわらず、フラワーラインに組みする必要性を解き、またそうすることで、岡山の選手をまとめ上げていた。しかし豊田がデビューした頃にはすでに、フラワーラインは瓦解しており、それ以後、 岡山の選手内部同士で一種の派閥争いが生じていた。同期の小橋は、そうした派閥争いに嫌気がさして、井上持長に接近し、井上のアドバイスをしばし受けるなどして、練習を重ねた結果、岡山の選手として初めて GI 優勝者となった。以後小橋の活躍ぶりは承知の通り。一方、豊田は当時自身が武器としていたスピードを生かした。 自力勝負に限界が見られるようになり、成績も下降戦をたどるようになった。また岡山及び近隣地区には、これといった後輩の自力型の選手が現れず、追い込み選手への転向も図れないでいた。以後も GI は常時参加していたが、一時予選さえ突破できない日々が続いていた。結局、小橋のように完全な追い込み選手になりきれぬまま、豊田は追い込みをしたいとしながらも、 時折自力を交えた自在選手となっていったが、一方で生倉四つ的な印象も否めなかった。しかし豊田は2005年のふるさとダービーにおいて GII としては、同じアヒコで開催された1992年のふるさとダービー以来、実に13年ぶりに決勝へと進出し、しかも3着と検討した。その後も GI。 GII 開催では常時出場を果たしたが、2007年のオールスター経輪において、GI としては、上記の90年の日本選手権以来、実に17年6ヶ月ぶりに U で、しかもラインのない戦いを強いられながらも、最終に各付近からめくりに打って出て、最後は力尽きた形とはなったが3着に食い込み、40歳になって、初めて GI の表彰台を経験した。 またこの時の実績がものを言って、初代 SQS 班18名に選出された。その後は GI こそ獲得できなかったものの長い間、s 級で活躍を続けたが、2015年6月26日の富山競輪場第7 r s 級一般で発着となった後、a 級への降格を理由として引退を表明し、同年7月3日に選手登録を少女した。 通算成績2583戦285勝。前世紀は追い込みを主体としつつ、上述のオールスターで見せたような混戦時には、自力も繰り出せる足を兼備しており、特に短期勝負となった時ほど不気味な存在になっていた。ありがとうございます。